西軍は直ちに撤退しろ。今日午前、市民団体のメンバーなどおよそ200人が新潟駅前を練り歩き、ロシアのウクライナ侵攻に抗議の声を上げました。先月24日から始まったウクライナへの侵攻は現在も続いていて、ロシア軍が原発を占拠するなど緊張が高まっています。起こってはならないことが今世界中で起きているんだなっていうふうに思って、平和の思いで参加しました。デモの参加者はロシア軍の撤退と核兵器の使用禁止を訴えていました。